ここのアイスクリームバナナの複数本立ちはちょっとややこしい小株が出てきているんですね。小株、孫株。それで元々の親株はこれなんですね。本年出来見込み苗のこれとこれはこの切り株みたいになっている親株の子供なんです。孫じゃなく子供なんですね。それでこれはこちらの本年出来見込み苗見込み株の小株ですから、この切り株みたいな親株から見たら孫なんですね。それでややこしい小株が出ているのはこの出来見込み株から出ている子株なんですが、これとそれからその隣のこれ、これらの2本なんですがね、これらはですね、この本年出来見込み株の子株、つまりこれとこれとこれは兄弟株、姉妹株なんですね。で、ここで、後の成長再開がなかった子株も、出来見込み株1、2の姉妹株で、これだけが最初から離れたところに出て、北側の方にですね、向いて親から背くような形で成長していたんですね。結構大きくはなっていたんですが、まあ親としっかり近接した形で成長していたのとはちょっと違った異端児だったのか、まあダメになりました。それでこのダメになった子株からこれとですね、それからもう一本ここに子株が出てきていて2本あるんですね。で、問題はこれなんですがね、そちらの出来見込み株の子株である子供である2株とこれの関係なんですがね、これはこちらのダメになった株から出ていたものなのか、あるいはこちらの出来見込み株から出ていて、これとこれとこれ、あるいはこれとこれとそれとこれが兄弟なのか、掘り上げてみないとちょっと難しいんですね、判定が。いずれにしてもこれはですね、まだ小さいので掘り上げたくはないんですよ、この時点で。で、ここのアイスクリームバナナの複数本立ちをちょっとすっきりさせようと思って、とりあえずこの2本はこの時点で掘り上げたいんですね。それで周囲を探り掘りですね、あんまり深く刃物を根切りを入れないで探り掘りをしているんですが、
こちらの方が向こうのより家計が細いので掘り上げやすいことは掘り上げやすいんですが、ただこの元の親株との関係でこの辺にもしかして小さな水芽とかあると当然それは潰してしまうだろうなと思われたんですね。まあでもこのちょっと中苗程度の日本を掘り上げるためにはここも土をのけていかないといけませんから、まあ水芽があったにしても、まあそれを犠牲にしてここを掘ろうと思ってやっていったら幸い水芽はなくて、このおじいちゃんかおばあちゃんか知らないけど、まあおじいちゃんおばあちゃん株の古い体系があっただけで事なきを得たんですね。それでまあ今話していた会計の一部がこれです。もう腐っていますよね。一昨年のですからね。それでこれとこれの日本をこれから掘り上げようと思っているところなんですね。まあこれは今のところこのまま残しておいて様子を見ようと思っています。それらの2本をですね、掘り上げるだけで秋にもまた出てくるであろう子株たちがあってもなんとかかんとか一家族としてのあまり込み入りすぎない形態を本年は維持できると思うんですね。そうしてこれとこれの出来見込み株はいずれ地際で、地際からまあここは込み入ってますからちょっと上ですね、20センチ、15センチ20センチぐらい上で切断することになりますから、そうすれば今出てきている新たな子株、まあ例えばこれですね、これとかですねを残しておいても、これも残しておきます。次の親株候補ですからいけると思うんですね。この間の2本残しておくと、これは秋までにこちらからさらに出てくる子株と勝ち合ってちょっと窮屈な、兄弟が多すぎて窮屈になるように思うんですね。まあ、複数本立ちでは今の例みたいにですね、放っておくとややこしい群生状態に近い増え方になる場合がありますから、ほどほどのところである程度家族構成をすっきりさせるという見分け方と多少の掘り上げの技術が必要になります。まずは兄弟株の2本のうちのやや小さい方、家計がちょっと細い方をこのおじいちゃんおばあちゃん株とお父さんかお母さん株のところから切り離しました。兄弟とは直接切り離す必要はないんです。兄弟同士は直接のネットワークは持っていませんのでね。まあこうやっておけば、あとはこれですね、家計の太い方の株を
親から切り離しやすくなりますのでね、これからこれも掘り上げるつもりです。ここから日本の小株を掘り上げました。花茎が太い方のはこんな風に水芽をもう用意していますね。あと土を持ってきてここに放り込んで、これとその隣の出来を待つ体勢に入ります。そしてこれは残して、まあ、次の第一の親株候補ですね。それからここの3本、ここにも出かかっていたんでしょうが、これは怪しいですね。そちらでも1本ダメになってるのがありました。去年から出ていて今年成長再開しようと思っていたんですが腐っていましたね。まあ、これでこれとこれを切断した後の家族構成ですね。まあ子株、孫株、そちらの元の親株、切り株から見たら子株と孫株との家族構成をほどほどに維持できるかと思いますね。まあ、あとはまあまあの収穫になればいいなと思いますがね。